本当？もちろん。また明日も朝ホームラン。でも俺自分で打った球とかをお客さんから譲ってもらう。なんかちっちゃほら、そのボールが高い。以上。あ、品田達夫さんですね。ちいとお伺いしたいことがありますので、こちらへ。あ、ええ加減吐いたらどうなんだ。だからやってないもんはやってないんですって。っていうか、いい加減返してもらえませんか。明日から広島との A クラスをかけた試合もあるんで。じゃあこいつを見てもまだそんなこと言っとれるんかな。知っとる男なんだな。地元の後輩です。この写真の男がギガンツのキャッチャーのサインを盗むようあんたに頼まれたと証言したそうだ。写ってる男は確かに後輩だよ。でも金を渡してるのは俺じゃねえ。つうか、こんなのバカげてる。大体この写真に写ってるのだって俺だって証拠はないじゃんか。こんないたずらを真に受けてる警察も警察だ。何やってんだよ。もうたくさんだ。こんなとこ監禁されてたら体がなまっちまう。帰らせてくれ。おめえ、名古屋ワイバーンズの勝利に200万かけとったらしいがね。え？この写真の男がな、おめえが野球賭博に関与しとったとも証言しとるんだ。何言ってんだあんた。野球賭博で儲けたくて金払ってサイン盗ませとったんだろう。そんなわけないでしょ。だいたい球種が分かってたからって簡単にホームランなんて打てねえ。少し考えれば分かることだろう。そう興奮するな、品田。お宮の場合、もはや社会的制裁を受け取るで。素直に認めれば起訴猶予ということも十分あり得るんだ。社会的制裁？俺が？何の話だ。聞いとるせんのか。おめえは野球協会から永久追放処分を受けたんだわ。永久追放？They just framed him. みーちゃん、どう？紹介した仕事は？ちゃんとお風呂で稼げばさ、借金返済、身も心もきれいになって出直せるってもんよ。ん？顎が痛い？そんなの当たり前だろうが。借金まみれの女が泣き言言ってんじゃねえよ。大体そんなこと言ってっから。うるさいな。あ、も、終わり。こっちの話だよ。いいから文句言わないで働けよ。それじゃあ。どうした？今日仕事ってわけでもねえのに、パソコンなんか使って何見てんだ？この15年間の沢田の投球データだよ。データ？なんだよこれ。プロのスコアラーが作ったみたいなやつじゃないか。ま、そこらのスコアラーのデータよりはマシだと思うけどね。どうしたんだよこれ。ワイバーンズのやつからもらったのか。いや、まさか。お前やめられん。お、12球団全1軍。なんで？
高杉さん、前に球種が分かっていても、実はあれ、あ、プロの世界じゃ来た球を打ち返すってだけじゃ、相手の配球を8割方分かった上で、その球をそのうちどのくらいの確率で前に打球を飛ばせる。じゃあお前はあのホームラン、ね、ああ、6球連続カーブの後、ツーナッシングから沢田がストレートで、今さらこの配球データの奥に名古屋組の正体、いや、真鍋さんや酒井さんの言ってた、なんでそれ。真鍋さんは俺が球界を追放された、確かにデータを見る限り、ワイバーン、素人目にはわからないレベルだが、おかしな配球やおかしなベンチワークが綺麗さっぱりな。そんなのデータだけで、野球ってのは驚くくらい。なるほどな。それだけじゃない、15年前のそれまでの地元出身の選手を優先的に取る法人から。それじゃ酒井ってやつが言ってた話と逆じゃねえか。あれってなう、そうなんだよ、酒井さんの言っていた名古屋ってのはもっと大きな、例えばそう、町、俺も高杉さんもこの町の裏、もしかしたら名古屋組を探るには、15年前あの事件がきっかけで、ああ、誰かその辺の事情に明るい人間はいないのか。それならもってこいの人がいるよ。顔役？商店街会長をしてるダイニングバー牛、俺がこの辺に流れ着いた時からよくしてくれてる人でね。牛、マジ、おう、何こんな時間に付け代払いに来たのか。いや、今日は聞きたいことが。付け代払うまでで、付け代は俺が。ああ、あんたか、品田に金貸しとる。あんまりどういう風に聞いてるか知らないが、ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でも。なんだお前、もしかして。当然元気。で、名古屋界隈。おお、珍しいな。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならない。この辺りっていうのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか。例えばそう、あの名古屋組っていうのもできた。なんだ、あんたら名古屋組に。どうして。俺らは名古屋組に恩義を感じとる。恩義ってどういうこと。15年前、
本日町通りを境目に登場会、裏じゃそのとばちりを受けて揉め事や抗争が今こんな平和。当時まあ賭博の利権に限らず東と西ほんでもある事件がきっかけとなって15年前のワイバーンズ野球賭博の、ああまあ俺はろくにスポーツも見せんから、その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっ東条会と近江連合と入れ替わりで、この辺が名古屋組極道には変わらんだろうが、それ不名誉な事件が起こった事実と引き換えに、みんなそれなりに満足した毎日を過ごしとるんだ。名古屋のための点と点が結ばれてきたな。あんた名古屋組のボスって男に、あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らん。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。この町で商売する人間にとったら、たっちゃん頼むわ助けて。分からんけど男の一人は今後追って名古屋港の62番倉庫近くまで。ミルクちゃん、高杉さん、食べよ。どこじゃあ、あ、そうそう。俺が聞く。だ。後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえ。はい。Street guys never stop. Come
Just wait for some time. やるしかないの？See if you want to talk like these Japanese people. Arvacha, gara padacha chicha, meda pesucha. Let's say Milky Chan. Milky Chan, 大丈夫か？It's the chef guy. Actually, it looks like everyone in the city is bad. ここに耳を不思議します。危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれれば。名古屋組の実態探っとったんだろう。これ信じねえ。言い残したいことはあるか。15年あんたらつい俺は勉強もできねえバカだけど人あんたら全員俺あんたらがあんなことするなんて俺は町で俺が危ない目に遭ったのも酒井さんの事故も全部お前ら全員名古屋組の人間ほうだ名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ Oh, it's that baseball tryout lady and the hooker the chefAnd who is that other guy standing near the chef? でもそうしなかった。誰かに命令された？あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ？誰なんだよそいつは！ミルク、早うやってまえ。Oh, the manager, right?
ういうのは男の仕事でしょう。俺はええわ。All four are the ones you know already. The ones he trusted.何もたもたしとるんだ。早始末しんか。Oh, the villain has come. He might be some commander or something. I don't know. 金家の町守るのに躊躇はいるんだ。Oh, who's that? Oh, someone's here to the rescue. Oh, this guy. Listen up, asshole. It's fighting time. The boss fight. 秘密を知った奴には消えてもらう。
not a boss fight, this is the easy part. I don't like using guns during hand fight. My God. Yeah.
He's my guy.大丈夫か？宇野さんは？ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとは
ボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く？この町を出て行く。出て行くってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか？おたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか？それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。Yeah, I thought it was him. あの時の観客。I felt that when I saw him at first. 1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああそうだ、こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃああのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺んとこに来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わない。 Everything's a setup。嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか？ちゃんと返せよ。借金とあのボール結構大切にしてたんだ。私が確実に始末します。 What? 終わりましたら報告します。 Him too? マナブさん、あんたもなのか？お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ？尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、こりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席屋に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは、言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、品田。悪いが死んでもらう。
How's this? Don't die. ためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんすか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。マナブさん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんすか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。Who might that be? その耳で確かめてみろ。声を聞きゃわかるはずだわ。I think I have seen everyone. Everyone betrayed him. Who is the guy? Shinada の仕業は無事に終わったのか。 Shinada problem. Who is that? Manabe, どうした？おい、返事をしろ。Is that Udo-san or something? He's the only one. Why? Who is helping him? Fujita. 監督だ。 Old manager Fujita. Oh, that guy.